10日に行われた閣議後の記者会見で、丸川珠代五輪担当相50が発した言葉に、ネット上から激しい非難の言葉が飛び交っている。丸川大臣は、閣議後の記者会見で、東京五輪期間中、7月23日から8月8日に新型コロナウイルスの感染者数が増加したことについて、五輪の開催は感染拡大の原因にはなっていないものと考えていると発言。また、国際オリンピック委員会IOC のトーマス・バッハ会長67が東京五輪閉幕翌日の9日夕方に東京・銀座を散策したことについては、まず14日間しっかりと防疫措置の中で過ごしていただいているかということは重要なポイントだと思います。加えて、不要不急であるかということは、これもしっかりご本人が判断すべきものでありますと語った。これに、我慢に次ぐ我慢と自粛生活を強いられている国民の怒りが爆発。ツイッターのトレンド上位には、不要不急かは本人が判断すべき、丸川珠代、丸川大臣など関連ワードが次々と上がり、あと、丸川珠代さんやっちゃいましたな、日本人よりバッハを守る丸川珠代、丸川珠代がなんか言うたびに気分が悪くなる、飲酒も何もかも自由に振る舞えってメッセージだな、はい、自粛終了のお知らせ。なるほど、おっしゃる通りにします。不要不急かは本人が判断すべきだと政府が明確に判断してくれたので、日本国民の皆様、夏を満喫しましょう。これで遠慮なく上京できる。この人、お盆の帰省も本人が判断すべきって言ってるってことだよね。観光も帰省も同じですよね。俺の判断だと不要不急じゃないから帰省するかな。大臣様のお墨付きだし、五輪が関係ないなら、お盆の集まりも大丈夫なんじゃない？これを政府関係者が言ってしまったらおしまいじゃない？などと様々な声が上がった。